入学前はすごい精神的にも売り上げ的にもきついなっていう状況で入学させていただいたんですけど、今回月商で言うと今マックスどれぐらい？579万円。すごいですね。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今回はですね、インスタを本格運用してたった5ヶ月間でインスタグラムから累計1000万以上ね売り上げを上げられたコンサルタントの浅井さんと一緒に実績の声取っていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回ですね、動画最後まで皆さん見ていただくことで、浅井さんが、まあ、インスタグラムであったりとかその他の集客媒体でどういう風にしてね月30、50、100と集客をして月商で100、200、300とですね、わずか数ヶ月の間で売り上げ上げていったのかっていう秘訣がわかるので、そちらもぜひ、ね、参考にしていただけたらと思うんですが、まずお名前はですね、荻原浅井さん。そうです、はい、荻原朝日と申します。今の業種教えていただけますでしょうか。主に SNS 前半のコンサルタントをやっていて、インスタグラムと YouTube と LINE をメインにお伝えしているって形です。そもそもね、うち入学されたきっかけってところも聞いていきたいと思うんですが、正直 SNS とかのコンサルってめっちゃ多いじゃないですか。その中でうちを選んでいただいた決め手というか、そういうのってあったんでしょうか。一番は実績の数ですね。そこでこのスクールはすごい信頼できるって思って、僕の直感でここしかないっていう思いで入学させていただきました。 ありがとうございます。入学前と後の状況ところも詳しく聞いていきたいんですけど、入学前の状況ってどんな感じでしたでしょうか。入学前はそれこそ商品もなかったですし、売上も安定しない中で、すごい精神的にも売上的にもきついなっていう状況で入学させていただいたんですけど、北山さんのテンプレート通用してから、フォロワーも1000人から一気に4000人までいけましたし、売上も30、50、100、300、今500みたいな感じで伸びてるっていう形です。素晴らしいですね。じゃあ今うちに入られてからちょうど 1,2 ヶ月ぐらいで月商で108万でしたっけ。そうです、108万ね。2回目に実績を超えてらっしゃった時で月商で確か300いくらぐらいでした。339万円で。今回月商で言うと今マックスどれぐらい。代理店も含めると579万円。すごいですね。という売り上げをね達成されていらっしゃるということで、基本的にほぼ SNS で売り上げを上げているっていう感じ。もう広告費ゼロで全部 SNS で集客している形です。広告費ゼロでね、すごいと思います。このまあちょっと秘訣ところね詳しく聞いていきたいなと思うんですが、まずインスタ集客、 LINE マーケティング、セールス、その他の集客媒体、 YouTube、 電子書籍、順番にね聞いていきますが、まずですね画面を共有させていただきたいと思うんですが、今こちら朝日さんの、ね、インスタグラム共有させていただいているんですが、朝日さんがインスタ運用で意識しているポイント、1つ目1日のアクション、2つ目ストーリー、そしてリールのコツ、ライブ配信のコツ、この4点聞いていきたいと思うんですが、まず1日のアクションってどういう感じでやられてますか。1日のアクションはストーリーを 2,3 件っていう形で、コメント周りを50件やったりしてエンゲージメントを高めるっていうことに注力しています。コメント50件とストーリーを必ず毎日 2,3 件上げるということですね。確かに実際にストーリーとかも今日もちゃんとこういう形で実績報告とかねアップされていらっしゃいますし、コメント周りについて聞きたい人いると思うんですけど、どういうところに朝日さんだったらコメント周りされていらっしゃいますでしょうか。僕のお客さんとなるような方、40代50代の苦手な方っていう方をターゲットにコメント周り、丁寧にしていくことでエンゲージメント高いフォロワーさんと売り上げにつながるような約束になるかなっていうふうに思います。具体的に言うと、例えば40代50代向けの方にインスタグラムで発信している投稿を1個見つけて、虫眼鏡検索とかでこういう感じで検索をした時にインスタ集客っていう、例えばタグ人気投稿とかに出てくる SNS とかマーケティングに関心があるような投稿の方にいいねしている人に対して1人ずつこういうコメント周りをしていくというような形ですかね。はい、そうですね。素晴らしいですね。ここまで聞いて動画見てる人って、いやいやいやと、コメント周り大事なのは分かってるけどフォロー周りもしないのかという風な声聞こえてきそうなんですけど、フォロー申請って結局やった方がいいのかやらない方がいいのかっていうので迷ってる人結構いると思うんですよね。はい、それに対して朝日さんはどういう風に思いますか。僕はやってもいいと思ってて、なんでかっていうと、確率論的にフォローすると 17% の確率でフォロー返ってきますし、コメントだと大体 10% くらいで返ってくるんですけど、ビジネス的には確率論ですごい大事なので、僕はガンガンやっちゃっていいでっていうことを生徒さんにもお伝えしている。確かにね、僕は本当にコメント周りだけで伸びない場合は、まあ、フォロー申請をねしてフォロー増やしていくっていうのは初期の段階は重要かなという風に思うんですが、朝日さんも、ね、承知だと思うんですけど、ある程度の段階まで行ってからずっとフォロー申請しているとエンゲージメントが下がってくるっていう場合もありますよね。いわゆるギリチョコみたいな形でとりあえずフォロー返しとくけど別にファンじゃないっていうのが積み重なっていくと、そんなにインスタも大して見られないし、全体のフォロワー数に対してアクションしてくれる率っていうのが下がってしまうとアカウントパワーが弱くなってしまうというデメリットもあるので、だからこそ朝日さんの場合もある程度伸びてきてる段階になったらもうコメント周りに途中から切り替えていったという感じです。あ、その通りです。やっぱり今伸びてきた状態ではエンゲージメントがすごい大事なところだと思うので、そこを一番意識して投稿もしているっていう形です。素晴らしいですね。次にちょっ
ょっとストーリーズの1日2、3個投稿ってことなんですけども、これに関してどういう風なストーリーを具体的に挙げられてますでしょうか。僕は一番は自分の思いだったりとか、今みたいに実績の声っていうところをメインに投稿していて、もう一つその思いプラス相手からアクションをもらえるようなスタンプだったりとか、アンケートを絶対につけるようにしているっていう形ですね。確かに本質理解できている、一から学びたいっていうね、僕も今こういう感じで理解してるっていうのにポチッと押しましたけど、こういう感じでアクションさせる、これは毎回やっていくっていうの大事ですよね。朝日さんの投稿を見たら何かアクションするっていうところだったりとか、朝日さんの投稿は他の人と違ってエンタメ的な要素もあるから楽しいから見るっていう形の方がすごい多いっていう形です。しかもストーリーズって基本的に24時間で消えてしまうんだけども、それを半永久的に保存させるために下のここに出ているハイライトに保存しておくとね、昔のストーリーもずっと見ることができるっていうハイライト機能があって、ここもしっかりとカテゴリー別に、海外に1ヶ月行った時とか、プロ野球とか、まあ、大阪でライブの感想とか実績者の声とか、ちゃんと綺麗にね統一感を持って分けられているので素晴らしいなというふうに思いますね。僕からもね1点補足なんですけども、基本的にこのストーリーズっていわゆる閲覧数っていうのがですねありまして、ストーリー閲覧数ってだいたい総フォロワーに対して 10% 以上目指していきましょうっていうのが基準としてあるんですけども、ストーリーをね1日5個未満に抑えるっていうのも結構ミソで、5個以上アップするとですね1日10個とかストーリー米粒みたいに上げる人いますけど、リーチが下がってしまうっていうねデメリットがあったりするので、そこは朝日さんのおっしゃるようにね、最近だと僕も 1,2 投稿ぐらいにしてるんですが、多くてもマックス3個ぐらいまで抑えていただくのが良いんじゃないかというふうに思います。はい、僕もそう思います。3つ目ですね、リール集客のコツについても教えていただきたいんですが、朝日さんねこういう感じでリール結構ね最近はメインでアップされていらっしゃると思うんですが、リールを撮る時のコツだったりとか、タイトルとか時間とか、そういうところで意識してるポイントあれば。一番リールのポイントはタイトルですね。例えば数字を入れたりとか、自分の実体験を入れたりとか、そこでお客さんの目をどれだけ引きつけられるかっていうところがすごい大事っていうところですね。朝日さんとかはね結構これで集客とかうまくいってると思うんですけど、全員が全員朝日さんみたいに踊れませんとか恥ずかしくてダンスできませんっていう方もいらっしゃると思うんですけど、別にダンスできない方は普通に景色とかの動画にテロップを入れるみたいな形で、例えばこれ僕のインスタ恐縮ですけど、こういう感じでまあ景色にテロップで文字を3秒ごとに入れていくというようなやり方もありですと。朝日さんの場合こうやってねリールしっかり上げられてますけど、頻度とかはどんな感じでアップされてますか。頻度は1週間に1回だったりとか定期的に上げるようにしていて、ストーリーだけじゃなくて投稿見るだけの人もいるので、そっちの人にもリーチできるようにっていう形で投稿してる感じです。素晴らしいですね。では最後ですね、ライブ配信のコツとかも聞いていきたいと思うんですけど、今インスタライブで爆発的に売り上げを朝日さん上げられていらっしゃるわけですけど、本当にライブで商品売れるのかってね、まあ、不安に思ってる人いると思うんですけど、このあたりってどうでしょうか。ライブは僕は一番重要視しているところで、ポイントとしては2つあって、1個目が来ていただいた人の名前を呼ぶっていうところで、絶対何々さんありがとうございますって形で言うこと、もう一つは最近僕が意識してるのは、来ていただいたこの人一人のために絶対ライブをするっていうことで、画面を通して僕に人がいるっていう思いでしっかり思いを届けるっていうところを本質で理解して発信しているから刺さるのかなっていうふうに思います。要は全員に当てはまる話をするよりも、自分の見込みのお客様、例えば42歳 SNS が超苦手だけど月に30、50、100万売り上げ上げたい個人事業主っていう人、一人ペルソナ像を決めたら、もうその人に向けて話すとその周りの人も引き寄せられてくるし、結局刺さるようなライブ配信ができてファン化が起こるということですね。そうですね、はい、この人に対してもしっかり言ってくれるんだったら私にもしっかりお伝えしてくれるはずだっていう思いで、朝日さんから学びたいですっていう思いからセミナーだったりとか個別相談に来ていただけるようになったっていうことですね。本質はもうライブ配信をして、そこから個別相談とかセミナーに基本的には集客できていると。そうですね、そこの確率はすごい高くて、制約率的にも 2,3 倍高いっていうのは僕の中で実体験であります。ということで、まあ、ぜひ、ね、皆さんもこのライブ配信っていうのは、最初は視聴数がなかなか増えないという人もいるとは思いますが、勇気を振り絞ってですね、最初僕もライブ始めた時3人しか視聴者いなかったのが、今では50人100人とね見られるようになりましたが、最初はとりあえずチャレンジだと思って、ね、ぜひやってみていただくと良いかなと思います。次ですね、 LINE のマーケティングっていうところで、配信で反応率を上げるために朝井さんが意識しているポイントとかもあれば教えてほしいなと思うんですが、 LINE でもすごい2つ重要視していることがあって、1個目がプライベート、自分のキャラ発信っていうところで、自分らしい発信というか、僕だったら結構絵文字を使ったりするんですけど、普通の LINE の友達とのやり取りっていうのをすごい意識しているポイント、もう1個が見込みのリストの皆さんにしっかりアクションをもらうっていうところで、ここで双方向のコミュニケーションが取れるとファン化につながるので、絶対この2つは意識しているポイントですね。特に双方向ってアクションさせるっていうのが重要ですよね。めちゃめちゃ重要だと思います。3つ目、セールスについても聞いていきたいと思うんですが、今の販売動線っていう
ていうのはどういう形で商品を販売されているのかっていうのをちょっと教えてほしいんですが、今はだいたい半々くらいで、半分がセミナーって形で、半分日程合わない方は個別相談って形で販売動線は僕は組んでるって形です。しました。これ全てオンラインでされていらっしゃるという感じ？はい、そうです。オフラインは1回も使ったことなく全部 SNS で集客して販売しているって形です。セールスの時によくあるのがお金がないです、時間がないですって結構断られちゃう方って結構多いと思うんですけど、麻生さんはこういうところとかをうまくクリアできてるのっていうのはポイントとかあるんでしょうか？僕は相手の気持ちに寄り添うっていうのを一番大事にしていて、僕も売り込みは絶対しないので、でもなんで売れてるかっていうと、相手の気持ちになって、例えばお金がなかったら相手が出せる範囲でしっかりやったりするとか、本当にない方はお断りするだとか、そういう審査制でやっているからこそ売れてるのかなっていうふうには思います。今朝日さんお話聞いていて、ちゃんとこういうお客さんは取るけどこういうお客さんをお答えするっていう一つの基準を明確に決めてるっていうのが、まあ、セールスマンとしても素晴らしいなというふうに思っていて、大事ですよね、そのあたりの線引きというかね。 SNS いくら苦手な方でもそもそも投稿ができない方だったりとか、コピー&ペーストそもそものところができなかったりとか、そういう方は僕はできないなっていうことで絶対お断りするようにしていて、伸びる方を取るから僕の生徒さんは成績が出るのかなっていうふうには思います。とりあえず誰振りかまわずよく SNS なんちゃってコンサルタントみたいな人って、僕についてきたら絶対結果出るよみたいなこと言って、全員無理やりでもクロージングして契約取ろうとする人とかいますけど、結局それって信用問題にもなりますし、うちとかも完全審査制にしてるっていうのはそういう理由があるんですけども、業種的にどうしても SNS で結果出にくい方とかは丁寧にお断りをさせていただくし、それで伸ばせる可能性があってポテンシャルがある方に対してはうちもねクライアントを取るっていう形式でやってますので、皆さんもそのあたりはねぜひ参考にしていただくとすごい良いかなと思います、はい、では最後ですね、その他の集客媒体ということで、朝日さんなんと YouTube と電子書籍を使ったマーケティングも常に始められているということで、これ聞きたいよって人も結構いると思うんですけど、まず YouTube とかどういう風にされてるのか教えていただいてもいいですか？僕の場合は台本を組んでしっかり話す内容を決めてから背景とか自分の服装とか整えて発信してるからこそいい感じに伸びているのかなっていう風には思います。 YouTube って更新頻度どれぐらいでやられてますか？僕の場合は1ヶ月に7本とかしっかり週2投稿っていう形でやらせていただいて、今月も2本出そうかなっていう風に思います。YouTube ってですね、まさひさんも熟知されてると思うんですけど、毎日投稿するよりも本当に週 1,2 本でもいいから質の高い動画上げた方が結局伸びるんですよね。本当に最初全然伸びないんですけど、半年くらいかけて一気にグイって伸びてきたりするんで、そっからリスト取れてくると YouTube のリストって僕史上最強 SNS で一番濃いと思っていて、まさひさんも YouTube からねリスト取れてるっておっしゃられてましたけども、そっからもどんどんこれから売り上げ上げていく、まあ資産なんでね一つのね YouTube っていう。でもう一個集客媒体として構築されているのが電子書籍ということですけど、これはなんかどういう風に電子書籍作られていらっしゃるの？僕の場合は3冊ですし、で1個目が SNS 集客術で、もう1個目が Zoom セミナー、もう1個がセミナーセールスなんですけど、初心者、中級者、上級者っていう形でそれぞれの人に対して刺さる本っていうのを3冊出しているっていう形です。自分インスタのコンサルやってるかって言って毎回インスタのタイトルで同じようなタイトルの本出してもあんま意味なくて、ちょっとずつ違った表紙、違ったタイトル、違った切り口を出していくことで LINE に困ってる人も取れるし、セールスに困ってる人も取れるし、インスタに困ってる人はもちろん取れるしっていうように、うまくターゲティングを分散させているっていうね。しかもAmazon 電子書籍のいいところって、まあ、うちも20冊以上電子書籍出してるんですけど、本を読む勉強熱心なリストが取れるっていうところが一番熱くて、そういったあたりもしっかりね構築されていて、5ヶ月間で YouTube もやって電子書籍までしっかり固められてるっていうのも本当に素晴らしいなというふうに思うんですけども、朝日さんのこれからのご活躍もぜひ楽しみにしておりますので、今回ねいろいろと朝日さんのマーケティングで意識してるポイントとか聞いてきたわけなんですけど、最後ですね、まあ、SNS 大事なのは分かっているけどとか、昔 SNS のこういうコンサル受けたけどなかなか成果出なかったとかで一歩踏み出せずにね躊躇してしまってる方とかもしかしたらいるかもしれないんですけど、そういった方に向けてなんか朝日さんから最後一言ですねメッセージとかいただきたい嬉しいなと思うんですが、僕も今までで300万円以上自己投資もしてきましたし、人がやっぱり伸びる時って今までやってきた何かを変えた時だと思うんですよね、だからこそ僕も北野さんのところに入る時もしっかり一歩踏み出す勇気を持ったからこそ変われたと思うので、何か今あるものを捨てて新しいものを取り入れるということが僕は一番大事なんじゃないかなっていうふうには思います。確かに本当に現状維持が一番の衰退っていう言葉がある通り、何かを得るためにはどんどんチャレンジをしていって情報を自分からやっぱ取りに行くっていうね、それはすごい大事だと思いますね。最後ですね、朝日さんの LINE 公式アカウントとインスタのリンクを概要欄貼っておきます。特にね朝日さんのまあインスタもぜひフォローしていただいて、 LINE 公式もねすごい勉強になるので、ぜひこちらも登録していただいてチェックいただくと、なんと今だけ LINE 登録でプレゼントがねもらえるみたいですけども、10個プレゼントさせていただいて、はい、あ10個もらえる。ちなみにどんなプレゼントが？限定動画のプレゼントだったりとか、今まで僕がやってきた SNS のノウハウの全てのやった PDF とかもプレゼントさせていただいてます。本当にてんこ盛りのですねボリューミーなプレゼントもらえるということですね。ですこちらもチェックしてみていただけたらと思います。本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。
はい、今回の動画最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。私の LINE では弊社がインスタ1000アカウント以上プロデュースして判明した今最も結果の出る再現性の高いインスタグラム集客のノウハウ動画、そして LINE 公式アカウントの配信で制約率の2倍3倍高めるためのテクニック系の動画をプレゼントしております。またこの YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS 集客のノウハウを日々配信しておりますので、ぜひね、今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてもっとですね、 SNS を使って集客そして売上アップにつなげていきたいという方はですね、弊社自宅で受けられるワンで無料ズーム勉強会というのをね、日々行っております。まあ、こちらも興味ある方はね、下の概要欄から LINE 登録いただいて、ズームセミナーとカタカナの名文字でね、メッセージを送っていただきますと日程が届きますので、こちらからお申し込みしていただけます。まあ、今だけね、参加特典としてこちらに出ているね、豪華6大特典もね、無料でもらえますので、ぜひね、セミナーの方もご参加いただけたら嬉しいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。